皆さんこんにちは。女優でモデルでおなじみの唐田エリカさん。唐田エリカが芸能界から消えた後の現在、現在の彼氏の正体について紹介します。まずは唐田エリカさんの経歴とプロフィールから紹介します。唐田エリカは1997年9月19日生まれ、千葉県出身の俳優です。血液型は A 型でフラームに所属しています。千葉県君津市で生まれ育ち、幼少期は田んぼが広がるのどかな環境で過ごしました。二人の姉の影響でファッション雑誌を読み始め、モデルに密かな憧れを抱いていました。小学生時代にはバスケットボールをしており、その頃から高身長を生かして活動していました。彼女は2014年に芸能界に入り、2015年にはドラマ恋仲で女優デビューを果たしました。さらにオーディションでヒロインに抜擢された映画寝ても覚めてもで注目を集め、第42回山路文子映画賞新人女優賞や第40回横浜映画祭新人賞を受賞しました。その後も映画覚悟はいいかそこの女子、ドラマ凪のお暇、デジタルタフーなど様々な作品に出演しました。しかし2020年1月に東出昌大との不倫スキャンダルが報じられ、芸能活動に大きな影響が出ました。出演していた TBS ドラマ病室で念仏を唱えないでくださいでは第2話以降降板となり、テレビ東京のオムニバスドラマ100文字アイデアをドラマにしたも放送中止となりました。ただし NHKBS プレミアムの金魚姫は予定通り放送されました。さらに専属モデルを務めていた雑誌モアも2020年1月28日発売号が最後の出演となりました。2021年9月には東京コレクションで発表された短編映画サムシングインザエアーで主演を務め、1年半ぶりに女優業を再開しました。さらに2022年11月に公開された映画の方へ流れるで3年ぶりに映画主演を果たし、初日舞台挨拶では女優休業以来初の公の場に登場しました。2023年6月にはオムニバス映画無情の世界の舞台挨拶にも登壇し、復帰後の活動が順調に進んでいることを示しました。2024年からは韓国での芸能活動にも力を入れ、日本と韓国の2拠点生活を送る意向を示しました。2024年9月12日にはネットフリックスシリーズ極悪女王の完成報告会に出席し、劇中で丸刈りになるシーンやハードなプロレスシーンに挑んだことについて語りました。2020年に唐田エリカさんは不倫スキャンダルの影響で活動を休止し、事務所内の事務作業などを行っていたとされています。そのような困難な状況にあった唐田さんを大先輩である広末涼子さんが復帰に向けてサポートしていたと言われています。広末さんは事務所で唐田さんに会った際、復帰に向けて優しくアドバイスを送っていたそうです。唐田さんにとって広末さんは年齢を重ねても透明感を保つ憧れの女優であり、その励ましが大きな支えとなったのではないでしょうか。まさか広末さんが不倫騒動を起こすとは思わなかったでしょうと語る関係者もいます。広末涼子さん自身も2023年に不倫騒動が報じられ、事務所はかなり強い姿勢で対応しています。不倫報道が出た直後には厳重注意を行ったとのコメントを発表し、その後不倫を認めたことで広末さんは無期限謹慎処分となりました。事務所が迅速に対応した背景には唐田エリカさんのトラウマともいえる過去の不倫スキャンダルが影響しており、同じような状況を避けるために火消しを図ったようです。広末さんの件については、度重なる男性問題に事務所も対応が難しかったのかもしれません。唐田エリカさんに関しては2020年1月23日俳優の東出昌大さんとの3年間にわたる不倫関係が明るみに出ました。当時東出さんは女優の杏子さんと結婚しており、東出さんの不倫が発覚すると唐田さんと東出さんに対して激しい批判とバッシングが巻き起こりました。その結果、唐田さんは出演していたドラマを全て降板し、休業を余儀なくされました。特に杏子さんを擁護する声が多く、唐田さんに対する風当たりは強く、特に女性からの嫌悪感が顕著でした。この出来事により、
唐田さんの女優としてのキャリアは一時的に大きな打撃を受けましたが、近年では少しずつ復帰の兆しを見せています。女優でモデルの唐田絵里香さんは2020年1月に報じられた不倫スキャンダルによってドラマを降板し、その他の仕事も失い休業状態となってしまいました。しかしその後少しずつ復帰しているようです。2023年9月19日にはユリアン・レトリバーさんが主演を務めるネットフリックスオリジナルドラマ極悪女王が世界同時配信されました。このドラマはユリアンさん演じるダンプ松本さんが心優しい少女から全国民の敵と呼ばれるルール無用の極悪レスラーになるまでの舞台裏を描いた作品です。唐田絵里香さんはライバル役である長代千草役を演じ、剛力彩芽さんがライオネス飛鳥役を演じています。このキャスティングには話題性ありきだとの批判もありましたが、実際に視聴した人たちからは全キャストが素晴らしかったとの絶賛の声が上がっています。特に唐田さんは前半でユリアンさん以上にフィーチャーされるシーンが多く、地毛で丸刈りにしてデスマッチシーンに挑む姿が注目されました。 SNS でも唐田絵里香さんの気迫と演技に圧倒された、女優としての評価が急上昇しそう、唐田絵里香さんはこれからすごい俳優さんになるのではなど、彼女の演技に感動した声が多く寄せられています。不倫スキャンダルが報じられて以来、唐田さんはテレビから姿を消していましたが、極悪女王での活躍が彼女の完全復活につながるのではないかと期待されています。しかしテレビ局関係者によると、民放復帰はまだ厳しい状況にあるとのことです。唐田さんについては、不倫していたこと以上に匂わせ行為が不快だと感じる人が多いです。極悪女王を視聴した人たちの評価は変わりつつありますが、彼女を批判する層はわざわざ課金してまで配信作品を見ないでしょう、スポンサーも SNS 上の声を重視しますし、リスクを負ってまで彼女を起用しようとするスタッフは少ないのではないでしょうかと語ります。唐田さんサイドも民放復帰はしばらく諦めている様子です。唐田さんは昨年のスポーツ紙のインタビューで、今年から日本と韓国の2拠点生活を送ると明かしていました。彼女は2017年から韓国での活動を始めており、不倫報道が韓国でもバッシングされたものの、現地の所属事務所である BH エンターテインメントは映画やドラマの制作も手掛けているため、事務所制作の作品にキャスティングされる可能性が高いです。日本での民放復帰が難しいことを痛感しているため、海外で活路を見出そうとしているのでしょうと広告代理店関係者は語っています。もしかすると次に民放作品で彼女を見るときは、国際派女優として成功したときかもしれません。2024年現在、唐田絵里香さんは結婚しておらず独身です。不倫スキャンダル以降、恋愛や結婚に関する噂がたびたび報じられていますが、正式に結婚相手として名前が挙がった人物はいません。最近では女優業に復帰して注目を集めている唐田さんは仕事に集中しているようで、恋愛に関する確かな情報は見つかっていません。東出昌大さんとのスキャンダル以降、彼女のプライベートは厳重に管理されているようで、新たな恋人や彼氏に関する噂もほとんどないようです。さらに彼女が現在日本と韓国での2拠点生活を送っているため、韓国の俳優や芸能関係者と交際しているのではないかという噂も一部で流れていますが、これについても確証のある情報は出ていません。メディアから一時的に姿を消していた際に、ネット上で誰かと交際しているという噂が広まったこともありましたが、それも真実かどうかは定かではありません。過去のインタビューでは唐田さんは恋愛に対して前向きな姿勢を見せていましたが、現在は恋愛に関して控えめなスタンスをとっているようです。今後唐田絵里香さんのプライベートに関する新たな情報が報じられる可能性もありますが、現時点では恋愛や結婚に関する確かな情報は公には出ていない状況です。彼女の今後の動向に注目が集まる中、まずは女優としての復帰と活躍に焦点が当てられているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。